ケフィアの7つの効果、消化器系への効果が実証されている食品の一つであるケフィアは、その腸内フローラを整える効果に注目が集まっています。機能性食品の一つであるプロバイオティクスの一種ケフィアは、酵母や細菌を含む発酵乳製品です。この特性だけでなく、その構造も他の乳製品と異なる点の一つです。ケフィアはビタミン B1、B12、K2、カルシウム、マグネシウム、ビオチン、葉酸、アミノ酸、酵素、プロバイオティクスなどを多く含み、ミルクにケフィア菌を加えることで得られます。多くの有益な微生物が含まれているので、製造には注意が必要です。定期的に摂取することで体に役立つケフィアの効能を一緒に見てみましょう。 1. 消化を助ける。ケフィアに含まれる有益な微生物は、腸内に定着する有害な微生物の形成や増殖を防ぎます。ケフィアは腸内フローラの調整に有効で、下痢、便秘、吸収障害を防ぐ天然のシールドの役割を果たします。 2. 潰瘍の予防。ケフィアは胃潰瘍の主な原因であるヘリコバクターピロリ菌の除去に効果的です。またケフィアには抗生物質としての効果もあるため、胃潰瘍の治療にも重要な役割を果たしています。 3. 血糖値のバランスを整える。プロバイオティクスの供給源となるケフィアは、タンパク質と脂肪の消化を助けます。ケフィアはグリセミック指数が低く、タンパク質を含んでいるため満腹感を持続させます。こうして血糖値のバランスを整え、その上昇を穏やかにします。満腹感を維持できるケフィアは体重管理にも役立ちます。 4. 緊張をほぐす。トリプトファンというアミノ酸とビタミン B を含むケフィアは、神経系に良い影響を与えます。神経を鎮める効果や抗うつ効果が証明されており、そのリラックス効果で寝つきを良くします。 5. カルシウムを補う。ケフィアにはカルシウムが多く含まれているため、骨の発達に貢献します。幼児期のカルシウムの源として、また高齢者の1日の必要量も満たします。1日にコップ1杯のケフィアを飲むと、必要なカルシウムの約 60% を補えます。 6. 細胞を再生。抗酸化物質であるケフィアはビタミン E とセレンが含まれています。細胞の破壊の原因となる毒素の生成、侵入、増殖を防ぎ、細胞の再生に貢献します。 7. 歯の健康を守る。エゲ大学で行われた研究では、ケフィアを定期的に摂取することが口腔と歯の健康に有効であることが明らかになりました。この研究では、ケフィアに含まれるバクテリアが口腔内の微生物を抑制し、虫歯を予防することが証明されました。さらにケフィアは筋肉の収縮の防止、動脈硬化の予防、貧血の解消、治癒プロセスの促進、抵抗力を高めるなど、他にもたくさんの利点があります。健康のために毎日の食事にコップ1杯のケフィアを取り入れてみてはいかがでしょうか。